皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は未確認飛行物体 UFO というものについて、純粋にフォーカスを当てていきます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。未確認飛行物体 UFO は、地球上で目撃される異常な飛行物体のことを指します。これらの物体は通常、従来の航空機や天体現象とは異なる特徴を備えており、その起源や正体は明確には判明していません。UFO の目撃情報は世界中で報告されており、様々な形状やサイズが報告されています。一部の報告では、明るい光を放ち、高速で移動する物体として説明されています。他の目撃情報では、不規則な飛行パターンや、急激な方向転換を行う物体として報告されています。さらに、一部の報告では、UFO が異常な高度で浮遊したり、突然消失したりするとされています。これらの目撃情報に対しては、様々な説明が提案されています。一部の人は UFO が、宇宙船や異星人の存在を証明するものと信じています。一方、科学者や航空当局は目撃情報の多くが誤解や錯覚によるものである可能性を指摘しています。天体現象や大気中の光の反射、または秘密の軍事プロジェクトなど、地球上の自然現象や人間の活動によって生じるものとして説明されることもあります。 UFO の正体や起源を解明するために、科学者や研究者は様々な手段を講じています。目撃情報の詳細な調査や分析、レーダー技術の活用、さらには宇宙探査や地球外生命体の探索など、多角的なアプローチが行われています。ただし、現時点では確固たる結論に達していないため、 UFO は未解明の現象として扱われています。未確認飛行物体は未解明の現象である一方で、人の好奇心や想像力を刺激するものでもあります。将来的には、科学的な研究や技術の進歩によって、UFO の謎が解明される可能性もあります。しかし、その日が来るまで、UFO は依然として、科学的な研究と公平な検証の対象とされるでしょう。仮に、UFO の搭乗者が協力的であり、その情報を科学技術が活用できる場合、私は、以下のような変化が生じる可能性があると予測します。1.異星の技術と知識の利用。 UFO の搭乗者が協力的である場合、彼らの持つ高度な技術や知識を科学者たちは研究で活用できるでしょう。例えば、新たなエネルギー源や物質の利用法、宇宙航行技術の発展など、地球の科学技術は飛躍的に向上する可能性があります。 2. 高度な医療技術の発展。UFO の搭乗者から得られる情報をもとに、医療技術は飛躍的に進歩するでしょう。異星の医療技術や生物学的知識の応用により、難治性の疾患の治療法が開発されたり、人間の寿命が伸びる可能性があります。 3. 環境問題の解決。 UFO の搭乗者が地球外の知識や技術を提供してくれる場合、地球の環境問題に対する解決策が見つかる可能性があります。持続可能なエネルギー源の開発や環境保護技術の向上により、地球の生態系や自然環境の保全に取り組むことができるでしょう。 4. 交流と文化の発展。異星の搭乗者との協力が進むと、異文化や異なる文明との交流が促進されるでしょう。文化的な交流や知識の共有により、人類はより広い視野を持つことができ、個々の文化や宗教の枠を超えた共通の目標に向かって進むことができるかもしれません。 5. 宇宙探査の加速。 UFO から得られる情報や技術をもとに、宇宙探査の範囲と深度が拡大するでしょう。より高度な宇宙船や探査機の開発、宇宙空間での生命存在の創作など、人類の宇宙探査の進展が期待されます。これらの変化が実現すれば、私たちの暮らしは大きく変わるでしょう。科学技術の飛躍的な発展により、疾患の治療やエネルギー問題の解決、環境保護、宇宙探査など様々な分野で進歩が生じるでしょう。しかし、
新たな課題や倫理的な問題も浮上する可能性があります。異性の技術や知識をどのように利用するかについて、倫理的な視点や持続可能性に対する考慮が必要となるでしょう。私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は、最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく、希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き、未来予想2045を応援していただければ幸いです。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいて、とても嬉しかったです。ありがとうございました。